リバプールに所属する日本代表 MF、南野拓実は、地時間1日に行われる UEFA、チャンピオンズリーグ、CL、アヤックス戦で、ベンチスタートとなりそう。A メディア、イブニングスタンダードが現地、11月30日に報じた。今シーズンの南野拓実はダゾーンで、素でもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し見、中、リバプールは、CL グループ D 第5節でアヤックス、対戦する。勝てば決勝トーナメント進出が決る大事な一戦。同メディアは、南野をベンチスタートと予想した。南野は、第2節のミッティランで先発出場したが、ベンチスタートが多く、28日行われた、プレミアリーグのブライトン戦で、キリーグ戦初先発となっていた。同メディア、サディオマネや、モハメド・サラー、ロベル、フィルミーノや、現在好調のディオゴジッタなどが先発に名を連ねるだろうと予想。足して、南野の出場はあるだろうか。同、メディの予想スタメンは、以下の通り。GK アリソン DF 猫、ウィリアムズ・リース・ウィリアムズ・ジョエル・マティップ、アンドリュー・ロバートソン MF ・ジョーダン・ヘンダーソン・ファビーニョ、モハメド・サラー・ロベルト・フィルミーノ・サディオ・マネ FW、ディオゴ・ジョッタ、両。